里崎チャンネル。じゃっ。こんにちは。嬉しそうっすね。だって今回楽天の回ですよね。ええ、やります。やってくれるんですよね。やたら嬉しそうっすね。いや、楽天を推してる人で嬉しくない人いないですよ。それでした。そうでした。はい。じゃあ今日はドラゴン通信簿、はい、楽天編。イエーイ。いやー、ちょっと石井 GM 引きましたね。ねえ、はい、一番の注目株を、うん、はい、まあね、うん、早稲田の、はい、早川、高久選手を、はい、4球団、うん、競合の中で引いてね。だからまあ1番目が高須さん引いて、はい、だから高須さんは当たらくじがあった中で外して、うん、はい、だから奥川投手の連続はなんなかったと、はい、で今度3分の1で、で石井和さんが引いて当たって、はい、だからもう辻さん、井口さんはね、まあ、当たりくじすらなかったっていうところで、はい、見事引き当てて、いや石井さんでも開くの早すぎて、うん、他のまだお三方が開いてないうちに手挙げたんで、みんなええって言ってましたよね。早く開けなきゃ。そうです、ね、あとでもやっぱりね、うん、今回まあ仕方ないですけど、コロナ禍のドラフトの中でね、はい、うん、でもやっぱ歓声がないのはドキドキ感あったっすけど、はい、そんななかったっすね。なんか雰囲気的に、まあ、雰囲気ですね、うわーとか、はい、おーとか、はい、で、やっぱり人がいないから、うん、ガッツポーズもみんな控えめじゃないですか。そうですね、この子ながら、そう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 、はい、あれ多分いつもみたいにファンの人がいたらもっと違った演出があったし、はい、ガッツポーズとかもあったと思うんですけど、そうですね、全員控えめだなっていうところで、はい、なんか淡々とね、うん、進んでいきましたけど、はい、まあね、1位、うん、中森選手なかったですね、はい、そうですね。もうこれは中森君行くだろうってね言ってましたからね、はあ、はい、キャッチャーがね取ったんで、僕楽天なんて言ってました、はい、楽天は、はい、まあ1位で、まあ、中森君に行くだろうと佐藤さんが、はい、まあ、私は早川君って言ってたんですけどね、その動画言ってました、言ってました、はい、はい、まあ、あとはピッチャーを4位までに3人欲しいっていうふうに言ってました。ほう、当たってますね。もう4位の中で4人ピッチャーでしたね、うん、だってピッチャー5人野手1人ですからね、はい、で、まあ、三木監督チーム内で切磋琢磨しながら高め合っていくことが大事な部分と、はい、早川投手のような力のある将来性の高い投手が加わるといろんな意味で影響があるっていうね、チームに対してね、はい、っていうところのドラフトになりましたけども、はい、昨年がですね、投手3人捕手1人内野2人外野1人というところで、まあ、1位2位がね小深田黒川の内野手、うん、はい、で3位に鶴崎投手で4位武藤外野手、うん、で5位6位で投手っていうところ で7位がキャッチャーっていうところでね、はい、まあ、昨年、うん、野手を集めにとって、はい、で正直ね野手もそんないらないですよね、うん、外野とかも、はい、まあそのね、活躍するしないは別として、活躍してもらわなきゃいけない、成長してほしい選手は、まあ、ある程度いるし、で内野手も、まあ、小深田ですね、去年黒川を取って、はい、まあ、二遊間っていう形もいるし、うん、っていうところでね、はい、でファーストは内田とかっていうその若手のところもいるんで、うん、まあ、正直野手もいないしね、はい、で今年監督も変えて大型補強して優勝しなきゃいけないところでもう優勝できなかったと、はい、でしかもひょっとしたら A クラスも入れないかもしれないと、はい、っていうところでもう窮地ですね、はい、チーム的に。それをだからもう来年すぐどうにかしないといけないですね。そうですね、っていうところではやらなきゃいけないのはもう一つ投手陣の整備、はい、っていうところでこの1位の早川選手をね、うん、くじで引けたっていうところは非常に大きいと思うんですよ。いやー、そりゃもうそうですよ。しかも左がいないしね、はい、まあ、有形、うん、唐島、塩見っていうところの先発候補はいるけども、まあ、1年間やっぱりローテーションを守れる左投手がいないと、はい、で中継ぎも左いないと、はい、だから下しちゃったんでね、はい、っていうところでやっぱり左投手が欲しいっていうところで、うん、この1位早川選手を取れたっていうところは、うん、チームにとっていやめちゃくちゃ非常にね大きいと、はい、投げ方が若干ね早稲田の OB のホークスの和田にね左手の使い方がよく似てるなっていうところで、はい、まあ、これはね、まあ、どうなるのかは、うん、まあ、頑張ってもらいたいですけどね、はい、もう則本投手みたいに1年目から15勝ぐらいしていただいて、期待値はね、はい、期待値はあります、うん、まあ、こんなことをね、はい、言うのもあれですけども、うん、入ってみないと分かんないですよ。いや、そうなんですよね。でもまあ期待値はあるんでね、はい、まあ、頑張ってもらいたいですね、はい、で2位に、うん、高田光一投手、はい、法政から、うん、キレのある直球で
三振の山は気づく、最速155キロ起こるが最大の武器は制球力というところで、はい、まあ、大学で背を取って、うん、で3位エネオスから藤井正治選手、これ佐藤さん動画の中で名前は出した投手でしたね。藤井市立の静岡からって、はい、でも、はい、出身神奈川みたいですね高校が強い、あの、まあ、多分ギリギリのとこじゃないですか。そうです ね、分かんないですけど、はい、うんうん、でそこでね、まあ、あのエネオスをね投手対抗に導いた左腕というところで、はい、非常にいい投手だと思うんですよ、はい、だここでもしっかり左で取って、やっぱ左がいないんでね、うん、っていうところもあるし、はい、日本位で、内間拓磨投手、はい、アジアからね、うん、大学選手権、大学日本代表にも選ばれて最速150キロと、で内野手で高校生ね、仙台育英、はい、だ、まあ、あの出身は大阪ですけどね、はい、で入江選手と、うん、で6位が内星龍投手、履正社から18歳、はい、だ要はまあこの5位の入江内野手と内選手私はだから未来に向けてね、うん、育てようしっかり育てていこうと、はい、だ僕は正直、うん、パ・リーグは楽天が一番良かったんじゃないかなと。おそうですか、まあ、このね早川選手を引きだっていうところもありますけども、はい、まあ、2位の高田選手、3位の藤井選手で、4位の内間選手っていうところの、ピッチャーをね、はい、取れたっていうところでも、まあ、非常に厚みのあるね、うん、まあ、来年どうにかしなきゃいけない、はい、だからの昨日出た広島と同じです、はい、楽天は、はい、この上位4投手が活躍できなければ来年も優勝できません。はい、いやそうですね、ちょっと今最近リリーフとかも崩れがちじゃないですか。そうなんです、だからここのね入ってきてる選手が、うん、ひょっとしたらね内間選手なんかはリリーフかもわかんないしね、はい、そうですね、うん、やっぱ4人即戦力取ったってことは、うん、誰かはやっぱりそうですね、だから早川選手、藤井選手は先発候補かもわかんないですけども、はい、まあ、あの高田選手、内間選手はリリーフかもわかんないですね。うん、でまあ多分来年はね松井がね、はい、後ろに戻ると思うんですよ。やっぱ抑えいきますかね。だってもうもったいないね、うん、もう先発じゃちょっと今の能力だったら、うん、そんな絶対的な存在になれないから、うん、もう抑えでいいんじゃない。それが一番まともにはまると思うよ。そうですね、なんか、まあれだけ抑えで活躍した松井投手が6回とか7回とかを投げてるのが、うん、ちょっと寂しい気持ちになるんですよね。そうですね、あとはもうダメな選手にこだわりすぎる部分があるんで、はい、ミカルとかね、はい、ブセリスとか打たれてるのずっと使うじゃないですか、はい、だからそこを鬼の采配しもっとしないといけないですね、はい、そこを諦めることも大事なんで、うん、だそういったところも考えるとやっぱ松井を後ろに回した方が全てがね、はい、収まると思うん で、はい、でそこで、まあ、早川、藤井は先発候補で、うん、で高田、内間は中継ぎかな、はい、ひょっとしたらね、うん、まあ、ひょっとしたら前に行くかもわかんないですけども、はい、まあ、それぐらいの布陣をこの4人で引けて、まあ、この4人中最低でも2人、うん、3人出てくれたら最高、はい、の中で投手陣の厚みを増せれば一発逆転あるんですけど、そこが稼働しなかったら来年も A クラス争いになるかなっていう、で楽天はね今年チーム防御率が 4.19 とパ・リーグ5位なんですよ。西武について悪いんですよね、はい、でチーム打率は2割5分9厘とパ・リーグ1位なわけですよ、はい、だからそこをやっぱ抑えていかなきゃいけないんで、うん、そういった意味でもやっぱ投手陣がね、で則本もね今年ちょっとねっていうところもあるしね、はい、まあ、涌井がね頑張ってくれたっていうところはありますけれども、うん、涌井もね年齢来てるんで、はい、これがどこまで継続できるかっていうところはね毎年毎年の課題になっていくんで、そうですね、選抜がちょっと高齢化し始めてるんですよね。だから若いところの力っていうところでね、うん、この早川、藤井、高田、はい、内間選手がね、うん、この4人が先発でも中継ぎでもどこでもいいんで ね、 そうですね、入ってきてくれれば大きなアドバンテージになるんで、はい、だからここ楽天も広島と一緒です、はい、かかってます。今年のドラフトに結構、はい、この選手たちの頑張りによってね、はい、うん、まあ、でも去年もね1位の小深田、そして3位の鶴崎とね、で今最近はねこの滝中投手がっていうのもねいいピッチングしてるので、まあ、頑張りきてるん で、はい、でそれがね来年にもうそのまま持ち越していくんで、はい、で今年のドラフトと同じような相乗効果で上がっていければね、うん、いい形のチームになっていくんで、若手が押し上げてくれそうな気がします。そうだからそういった意味でもねやっぱこのドラフトの新戦力っていうのがチームを変えれるかどうか大きな課題なんで、はい、で今育成もあと1人取ってるんです ね、 あ、そうですね、石田俊投手、はい、BC 栃木から、うん、23歳神奈川県から、はい、また23歳の投手を育成で取ったという、はい、はい、
だからまあここも面白いですね。そのピッチャーの出来不出来がね、はい、うん、大きく変わってくるんで。あ、でもサイドから153キロ投げるという。高松さん、僕のやつ、ま、やったでしょ。はい。本当のマックスはマックスと5キロ減、マイナス5キロ減、はい、でジョージが10キロ減。そっか、マックスは信じちゃいけないと。そうそう、マックスは自己ベストだから。はい、自己ベストってそんなぐらいんで、はい、そうですね、確かに自己ベスト。そんな自己ベスト出したら毎球自己ベスト投げるのはすごいですもんね。下手したらね、うん、スプリンターとかの競技でも、はい、うん、自己ベスト10年前っていうパターンもあるじゃないですか。そうです。10年前に出してもマックス何キロとかかけるのか。自己ベスト、かけるでしょ、だってマックスだから。そうですね、うん、そっか、信じない。じゃあ、はい、だからまあ信じてもいいんですけど、はい、それを信用しすぎると、うん、って思っちゃうじゃないですか、はい、でも出せるポテンシャルがあるっていう。そうそう、それぐらいに考えてると、うん、ハードルは若干ルーキーだから、はい、大体みんな持ち上げるんで、うん、それを抑えめに見といた方が、はい、超えた時にね、うん、おって思うじゃないですか、はい、あんまり上げすぎると超えなかったらってなるじゃないですか、うん、だからそのマックスは5キロ減、アベレージは10キロ減でと思ってた方が、はい、うん、見る方も新鮮に見れていいんですよ、はい、あんまり上げすぎるとね、ルーキーもかわいそうじゃないですか。そうですね。でもまあ僕はもうパリーグの中だったら楽天が一番いいドラフトだったんじゃないのかなっていうところで、うん、これもまた1年後、はい、そうですね。いや、楽しみだな、もう来季が楽しみだ。はい、ある資料は全部取っておいてチェックしたいと思いますので、はい、まあ、石井和さんね、黄金の左手おめでとうございます。ありがとうございます。